チリの島、ファン・フェルナンデス諸島とは、チリの沖合約 670km の太平洋上のロビンソン・クルーソー島、アレハンド・ロセルカーク島、サンタ・クララ島の3つの島からなる島々。行政上は、バルパライソ州に属する。岩肌が剥き出した地形の火山性の諸島である。南位33度、西経80度付近に位置し、チリ本土との間には、ペルーチリ海溝があって、 ペルー海流が北上する。1574年か1563年頃に、スペインの航海者、ファン・フェルナンデスによって発見された。ファン・フェルナンデス諸島は、国立公園に指定されており、諸島には11種の国有鳥類をはじめ、一度は絶滅しかけたファン・フェルナンデスアシカが生息している。面積182平方キロメートル、中心地は、 ロビンソン・クルーソー等のサンファン・バウティスタである。18世紀初頭に、スコットランド人公会長、アレキサンダー・セルカークが、置き去り系にされ、その後、救助されるまでの4年間、一人で生きていたことで知られ、アレハンドロ・セルカーク等は、彼の名前に由来する。また、セルカークの経験をモデルに、ダニエル・デフォーの小説、ロビンソン・クルーソーが書かれたと考えられており、 諸島最大の島だったマサキエラ島は1966年にロビンソン・クルーソー島と改名された。ロビンソン・クルーソー島にロビンソン・クルーソー飛行場がある。ありがとうございます。